よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、コツカットからいきますね。はい。教えてあげてるみたいな、今日つながるよとか、たったくっていうのを教えてあげてるの、そんな意味で。吉高さん、入ります。お願いします。お願いします。なんと、ナイタンにもパソコンでコマーシャルを収録これどうなってるの。このデプラスで一つだけあって、今このメッシュ Wi-Fi っていうアプリ入れてるんですけど、これがメッシュ Wi-Fi で繋がるんですけど、もしかして JCOM ネットでってなった場合に、この前、この辺の前を少し伸ばす感じがあるんですよ。はい、よスタート。表情、あんまりこういう形とかはそこまで、メガネとかは忘れてません。はい、よーい、スタート。はい、カット。そんな感じですね、バッチリです。そしたら今度、何でもやってみてもらって何、サクサクだよ。はい、いきます。スタンバイ、本番。本番。はい、よーい、普通にスタート。何？お？なんつった？え？はい、カット。カット。はいはいはい、いいですね。は？え？だ、なんて？はい、カット。カット。僕らがよく見慣れてる小田さんはどちらかというと、ああだーみたいな、ちょっと切れてるみたいな感じのイメージが僕は強いんですけど、はい、だからちょっと急に部下に言われて、一瞬、ああーとか見たら、若干切れてる。切れ気味な、わかりました。さあ、どうぞ。なんやー、はぁー、おい。はい、カット。カットやっぱりパソコン切れちゃうね。はい、じゃあ小田さん撮影所になります。お疲れ様でした。あらまあ、わあ、ありがとうございます。ありがとうございました。今回はリモート会議をしている中で、画面がフリーズしたりとか固まってしまって動かないというような回線のお話の内容だったんですけど、今皆さんが日常で実践されているようなシチュエーションだったので、あ、共感するとか気になるなって思っていただけたら嬉しいなっていう風な内容になっているんじゃないかなって思います。ああ、ありますよ。私の場合は、まあ、
地元会議というか、もちろんあの自粛期間中にあのリモート飲みみたいなのをやらせていただいた時に誰かしら固まってるとかもありましたし、個人的にゲームが好きなのでゲームのこう操作中にカク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 ってなってしまったりとかありましたね。何をしたいか、まあ今年の春ね、どうなってるんですかね。まだリモ逆にリモートがもっともっとこう快適になる内容になってるかもしれないので、うん、また改めてお花見はできないのでみんなでリモート飲みしますかっていう感じでやってみたかったりします。そうですね、ハマっているのは、まあ、相変わらずゲームは好きなんですけど、ゲームやったりとかお家でお酒飲んだりとか、あとあのデリバリーがものすごく充実 してきたというか増えたなと思って、今までもう見たこともない考えられもしないようなものが配達させていただける時代になったので、それも楽しんでますね。生ガキを配達してくれるようになってて、大好き大好物でもあるので一回頼んでみたら、ほんとしっかりこうきっちり氷に包まれた袋と柿がこう殻付きのまんまで、あ、まあ剥いてはくれてるんですけど、スーパーって言ったらもうすごいキラキラしたプリンプリンの柿があってテンション、うん、爆上がりしました。一番長くいるのはやっぱりリビングなので、そこで映画とかドラマとかネットドラマとかゲームとか、あともうお家に全部つながってますよね、うん、Wi-Fi でそういう機能とかも全部そのインターネットがないと機能しないので、とかあとは寝るときにこう映画とかドラマとかをつけながら、別に何時に寝てもいい日とかはもうつけながら、って寝落ちするの待ってたりします。いやいや、もうだからドッキリやと思ってましたよ。それはもちろんそんなことはないなとは思ってましたし、また 5% くらいは疑ってます、正直な話。いや、吉高さんと同じチームに出れるってちょっと現実感ないし、まあお会いすることはできなかったんですけど、あの楽屋が隣の隣で吉高さんの足音だけは聞いたんで一生忘れないですよ、あの足音は。はい、あるかじゃあ役作り、僕そも僕が固まったわけじゃないですからね。そのいろいろ動いてあの止めてくれるって話なんで、止める演技なんかそうしてないんでね、僕はある程度こういう動きどうですかっていうのをやってただけなんで、止まった実感はないですよいやちょっと待って、イメージがね、そのねワンワンやってる切れてるから思うでしょうけど、普段そんな切れ方しないんで、僕ネタでやってるだけでリモートでいろいろ打ち合わせしますけど、まあおとなしいですよ僕は。そんなん固まったの切れたりとかも真逆の人間なんで。固まっとれないかよおいすいません、なんで現実に固まんねん、それそれは意味わからんやろ。リモートでネットの調子が悪くて固まるやろ、今固まるのはまた意味をちゃうやろそれ。何やすいませんって、おいでやす、おでダサい名前やな、おばんですって。おいでやすも変わらんけど、何申し訳ございませんって反省してないやろ別に。いや出てた2位になった、ほんで後から80回ぐらい見てる。そうなんです、
僕らはずっと自粛期間で会えないっていうのもあって、でピン芸人同士っていうのもあって、ほぼリモートでやってて、今もそうなんですよ。え、それが関係あん、あ、してんのですかね、これ僕誰に聞いてんやろこれいや言ってたんです。ほんで M1 の時のインタビューでもずっと言ってたんです、僕らリモートでやってます。でその様子を撮影しに来られたりとかしてたんで、それでもしかして選んでもらってたらめちゃくちゃありがたいですけどね。つながるっていうのずっとリモートでやってます。今もいろんな、だから映画とかドラマとかを見たい、まあ、正直今本当にありがたいことに忙しくて、もうほんまに行ってこい、家と仕事に行ってこいだけなんで、なんか一日ぐらいゆっくり久しぶりに映画とか動画とかバラエティとかね、いろいろ見たいっていうのはあります。はい。何測ってんねんお前そんな出てないやろ多分マジやないかい何やってんすか、測らんといてください僕の大声、すごいな120って大迷惑、人が不快になるレベル